こんにちは、メリーです。今日は額縁の方法についてご紹介したいと思います。額縁というのは賞状とかフォトフレームなどの縁に施されている方法ですね。木と木が合わさっているこの斜めの部分ですね。このようにきれいに合わせる方法を被服の方でも仕上げていきます。これを額縁というふうに言いますね。布端の始末として使われるんじゃないかなっていうふうに思います。きれいな角が仕上がるととってもすっきりするんじゃないかなっていうふうに思います。今までは、布端の始末として三つ折りでしたら縦を三つ折りにして横を三つ折りにして、このように重ねて終わっていたかなと思います。これでも全然悪くはないんですけれども、ちょっとね、皆さんもすでに上級者になっておられるかなと思いますので、額縁そろそろ挑戦してみませんか？意外と覚えてしまうと簡単かなっていうふうに思いますので、ぜひこの際やっていきましょう。それでは始めます。それではまず縦のラインと横のラインに三つ折りをしていきたいと思います。三つ折りの幅は縦も横も同じであっても違っても額縁の仕方は一緒です。一つ折ってもう一つ折り上げておいてください。それでは横のラインも一つ折ってもう一つ折り上げて三つ折りをしておいてください。その際この角は重要になってきます。この縦と横との交差点ですね、こちらの方にマーカーをつけておいてください。もしくは待ち針でこの位置と重なっているこの位置ですねに待ち針を刺しておいてください。ここを縫い合わせていきます。よいしょ。でそれができましたら額縁ですので、このライン、この斜めに縫い合わせますので、頂点にも印をつけます。頂点にもマーカーをここまで縫いますよっていう印をつけておいてください。もしくは待ち針なのでここね、印をつけておいてもらえると結構です。これを広げて中表に縫い合わせていきたいと思います。よいしょ。この印とこの印を中表に合わせて、この頂点ですね、ここの印にめがけて縫います。これで額縁が仕上がります。点と点とを合わせて待ち針をし直しましょう。ここですね。でこの際縫い代は縫いませんので、点からこの頂点ですね、ここまで、ここまでを縫い合わせます。書いてしまってもいいかもしれませんね。ここからここからここ、縫い代は縫わず、この点からこの点までをミシンで縫い合わせてください。ミシンで縫い合わせることができました。縫い代は縫わないでおいてくださいね。印から印までを縫い合わせます。それができましたら、かさばるようでしたらミシン線に対して平行に5ミリ残してハサミでカットするっていうのが多いかなと思いますが、角を意外とこう直角にきれいに仕上げるにはこの縫い代を使うっていうのも一つかなっていうふうに思いますので、今回は切らずに間にこう折りたたんでしまおうと思います。縫い合わせたところに対してこの布をね、こうちょうどこう四角くこう広げてください。こうペタンとこう広げてしまって、この頂点を押さえながら表に返します。
そうすると縫い代がねこう軸になってこう直角が意外と綺麗になるんじゃないかなっていうふうに思います。折り上げてますので少しこの三角形の部分が邪魔になるようでしたらもう一つ内側に折り込んでもらってたらいいんじゃないかなと思います。でそれができたら先ほどの一番初めに折った三つ折りになるようにしっかりと折り上げて待ち針で留めてもらえたらなというふうに思います。それができましたら縦と横を縫い合わせれば完成という形になります。完成です。額縁が綺麗にできたのではないかなっていうふうに思います。縫い合わせるときに縦を縫ってきましたらこの頂点ですね、ここでしっかり針を落としたまんま布を回転させて縫い合わせると綺麗に仕上がるのではないかなっていうふうに思います。縦の三つ折りをして裾の三つ折りをしてこうま縫い合わせるっていうやり方も悪くはないですけれども、この額縁できるとこうすっきりと綺麗に見えるんじゃないかな、一手間加えると作品がぐんと良くなるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひ額縁挑戦してみてくださいね。本日の動画は以上です。